皆さんこんにちは。心理カウンセラーのタエです。今までコミュニケーション力向上のヒントの回を何回かお伝えしてきましたが、ここでコミュニケーションについて皆さんに少し考えていただきたいことがあり配信しました。コミュニケーションは2種類あります。皆さんは2種類とも理解していますか？一つはご存知の通り、自分の外側、他者とのコミュニケーションです。おそらく皆さんは自分の周りの方とより良い関係を築きたい、ヒントを得たいということで、私のような配信を聞いて努力されているかと思います。とても素晴らしいと思います。そんな皆さんだからこそ、私からの気づきのプレゼントを送りたいと思いました。では皆さん、2種類のうちもう一つのコミュニケーションとは何かと思いますか？そのもう一つとは自分の内面とのコミュニケーションです。どうでしょう、ご存知でしたでしょうか？多くの方は自分の外側、他者とのコミュニケーション以外にもう一つあることを知りません。では皆さん、自分の内面とのコミュニケーションしていますか？瞑想などで内観されている方もいらっしゃるかと思いますが、以前お伝えしたような第一次感情、第二次感情のように表面に現れてた感情とは全く別の感情が無意識では湧き起こっていたりします。ぜひ過去の配信、第一次感情、第二次感情について再度聞いていただけたら理解が深まるかもしれないので、聞いてみてください。多くの方は自分が本当は何を感じているのかわからないまま人生を過ごしています。自分の内面とコミュニケーションできていないので、本当の自分のことがわからないので、当然外側、他者ともしっかりとしたコミュニケーションが取れないです。これがコミュニケーションスキルを勉強してもうまくいかない落とし穴でもあります。なので、いくら外側とのコミュニケーションスキルを学んでも、自分とのコミュニケーションが取れていないので、うまくいかないんですね。ぜひ今から自分の内面とのコミュニケーションを試してみてください。どうやるかは、自分が何を感じているのか、考えているのかに意識を集中させて、自分は何をやるのが好きなのか、本当の自分の探求を探してください。もう一度言います。自分は何をやるのが好きなのか、本当の自分の探求を探しましょう。計算や損得感情で考えていませんか？好きなことではなく、得意なことをしていませんか？ということで皆さん、自分の内側とのコミュニケーションを取ることをしっかりやってみませんか？やり方の提案としては、内面で起きている自分自身との会話を紙に書いてみるということです。最初は朝起きてから寝るまで、普段考えていること、感じていることをすべて紙に書いてみましょう。なぜなら、書くことでしっかり焦点が定まり、書かなければ何を考え感じているのかをはっきり認識できないからです。本当の欲求を知るために、いろんな湧き起こった考え、感じていることを書きます。そうすることで整理され、今まで見えなかった部分が見えてきます。今まで見えなかったものが見えてきたら、果たしてこの考え方は自分の人生の役に立っているのかどうかを検証してみてください。ということで、今回は自分の内側とのコミュニケーションをしっかりやってからじゃないと、外側とのコミュニケーションはうまくいかないよ、というお話でした。できればテンションが上がるような、ちょっといいペンとノートでやってみることを提案します。やるかやらないかで、これからの人生がいい方に変わるのなら、やるという選択肢しかないですよね。一人でも多くの方に届きますように願いを込めて、今日もここまで聞いてくださりありがとうございました。ではでは。